どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。みなす。はい、今日はですね、はい、ちょっとね、ジャンプの内容が含まれてくるとは思うんですけれども、うん、アニメ運び家の方々ね、うん、ネタバレをお気をつけいただきたいんですが、はい、1038話の後撮ってるんですけど、うん、まあルフィとカイドウが戦うんじゃないか。もう戦いそうだね。もう最終局面じゃないか、うん、結構ここまでね、ルフィとカイドウ何回か戦ってきた中でいろいろ技の応酬だとかもあるわけなんですけれども、うんうん、まだルフィがね、うん、勝てるか分かんないね。分かんないよ。思った時に、うん、まあ今までそうなった時ルフィってどうしましたか。パワーアップでしょ。まあドフラミンゴ戦でもさ、ギアフォースってギアフォース出したし、カタクリでもね、スネークマン出したりだとか、いろいろそういった形で奥の手ですよね、使ってきたわけなんですけど、うん、もうそろそろ出んじゃないか。てかむしろこれ撮ってる時点で出てたらごめんなさい、本当に、うん、アホ動画これ後出しで意味わかんないことになりますけど、後出しのアホ動画だね。てかこのルフィのギアフィフス、ギアファイブが来るのかどうか、うん、で来ないとしたら例えばルフィの〇〇マン、新しいの来るのかどうか、うん、これについて本当もう最終的な出る前の直前でちょっとねこれを話していければと思いますので、はい、はい、ぜひね皆さんの意見もコメント欄いただければと思いますんでね、はい、最後まで見てってください。それでいきましょう、はい、お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。毎週ね月曜火曜はねジャンプ最新話関連動画上げてますんで、ぜひ今のうちにチャンネル登録お願いします。一緒にワンピース楽しんでいきましょう。はい、はい、早速いきましょう。はい、はい、まずですねギア5が来るのかどうか問題ですよね。やっぱりそうね、時めちゃめちゃ動画撮りましたけどね、もう月1ぐらいで上げてたんじゃないかね、上げてる時期もありましたけど、まあ多分これ最後じゃないかな。カイドウ戦での新形態の直前もこれでね、多分最後になりそうですよね、うん、どう思いますか皆さん。仮にギア5、ギア5があるとしたら、うんうん、まあ多分覚醒がやっぱ絡みそうじゃん。そうね、うん、こんだけ出てきたらねもうやってくれるっしょ。そう、まあルフィはねやっぱその覇王色のね一段階上、うん、竜王としてねまとって、いや触れてない覇気を使ってるわけなんですよね。だから、うんうん、あれは覇王色をまとってさらに大きくね、攻撃範囲を広めているっていうのはまず覚えてるわけで、うん、だそことかける覚醒になるのかな、うん、覇王色かける覚醒みたいな。なるほどね、うん、で今までそのギアシリーズっていうのは基本的に悪魔の実の能力、ルフィのそのゴムゴムの実の能力と掛け合わさってるんで、必ず覇王色のみの攻撃でギアフィフスってことはないんですよ。だからギアセカンドっていうのはあれゴムゴムの実で血流を速くする、うんうん、ギアサードっていうのは骨風船、いや骨のゴムによって、うん、まあ、大きくしてっていう攻撃がギアサード、はい、ギアフォースっていうのは、うん、筋肉風船、いや筋肉がゴムだから筋肉に空気入れて、うん、で武装をまとってるんですよ、はいはい、だから武装かけるゴムゴムなんですよね、ギアフォースっていうのは。そうかそうか、そうなのでギアフィフスってなったら、うん、確実にゴムゴムの何かは絡んでこなきゃいけないんで、うん、だから間違いなくその覇王色だけではないっていうのはもう大前提としてあるんですよ、ね、なるほど、覇王とゴムのねなんか融合なんだ。そう、もしあるとしても例えば覇王じゃなくて、まあ武装とかね、はい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 、あの何々風船でゴムゴムは間違いなく絡んでくるってなると、うん、もうやっぱそのゴムゴムの部分はやっぱ覚醒なのかなって感じはやっぱしますよね、うん、なるほどね。でそのゴムゴムの覚醒がでちょっとさ今もう分かんねえじゃん、もう五老星も変なこと言うから分かんねえ、あのおじいちゃんたちもすぐ余計なこと言うからね、あのおじいちゃん本当にこっちはねその余計なことでねもう幸せなんですよね、小田さんの手のひらの上のこの幸せタイム、幸せ考えタイムがやっぱ長くなるんで、まあ、嬉しいんですけどその分分かんなくなるっていうね。だからゴムゴムの覚醒の話はしてるのか、でもあの五老星が言ってた段階では別にゴムゴムの実っていうのは覚醒してなかったわけなんで、うん、ゴムゴムじゃないのかなっていう感じもね、うん、してくるとっていう別の話もちょっと絡んでくるんで難しい段階ではあるんですけど、まあ覚醒なんじゃないかな、やっぱりフィフスになるなら。今までずっと明らかになってなかったのがその一パターンしか明らかになってなかったんですよね、うん、ハラミシャの覚醒って糸糸ともちもちですね、うんうんうん、糸糸っていうのは建物だとか周囲の環境を糸にする、うんでもちもちも周囲の環境を持ちにする、うん、でそいつらを操るっていうのが、まあ、うん、パラミシアの覚醒だ、うん、っていうのが一個分かったんですけど、うん、まあローキッドが覚醒したことによってもあーた面白い、分かんねえよ、なんで面白いよってなってるわけ。いやローの覚醒は、まあ、クロームって言って、まあ、特殊なルームをやって、うん、まあ要はあれ帰国にまといましたよね、こうやってね、まあ、要は武器にこの特殊なルームをまとってビッグバンにぶっ刺してショックビレバーンっていって、いやまあ波動を生んだわけですよね。あれ結構特殊じゃないですか。あれはちょっと意味があんまり分かってないんだよ。いや、うん、オペオペの力をまあ帰国にこう付与する、いや付与だと思うんですよあれって、うん、でキッドも付与でしたよね。
アサインって言って時期を相手に付与する。で例えば俺が時期時期のミリオン努力者だとしたら K さんにアサインって言ったら、うん、K さんが磁力をまとっちゃうわけよね、うんうん、でそしたらもう自在に操れるわけじゃんそいつを。そうだ確かにね。だからその自分の能力を相手にあげる、うん、何か他者にあげるっていうことも覚醒でできるってことが明らかになってきてるんで、うん、だそういった面でもルフィがそういったことができるのかどうかですよね、うんうんうん、まあでも仮にこれ考えてくるとルフィは覚醒するとしたら肩こりみたいな覚醒な気はやっぱするんだよな。やっぱ能力似てるし。でルフィの覚醒でゴムの力上げたとしてよ、カイドウが伸びる伸びるストップってなったとしてもカイドウゴムになって強いかって言われるとまた違うじゃないですか、うん、違うね。キッドみたいにその時期を上げることによって自身の支配下に置くというかね、うんうん、自身のコントロールできる環境下に置くっていうのは確かに強いんですけど、ゴムって別にそういったね、感じもしないから、しないね。だからまあどっちかといったらその付与パターンっていうよかは、うん、まあやっぱ環境をゴムに変えるパターン、片栗パターン、ドラミパターン、うん、新しい第三が出てくるかもしれない、うん、だからそれなのよ。それだとしたら多分五老星パターンよ ね。そういうことだよね。五老星が言ってたのがルフィの、うん、悪魔の身でやっぱり伝説の身でっていうパターンだね。だから今挙げた中だと、まあ、第一候補としてはまあ順当にいけば片栗のような、うんまあ、覚醒で、ただやっぱり五老星が言ってる感じでなんか特殊な力がゴムゴムの身にはあって本来別の名前がついていて、うん、っていうのの方の覚醒だった場合マジでわからん。もうマジでわかんない、ね、もうやばいやばいし湧くし、うん、だからその2パターン考えなきゃいけないからね。その覇気の部分とゴムゴムの身の部分で掛け合わせなんで、ギアフォース以降って。そしたら余計わかんなくなるね。そうなのよ、難しいのよ。まあだから骨ときて筋肉ときてるからね。次何、うん、脳みそとかなのかな。うん、キモ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 。脳風船。脳に空気入れたらなんか死にそうだけど、ね、それだけで頭でかくなってんのルフィ。そう。宇宙人みたいに。そう。もし本当にあったとしても小田さんが書いたらかっこいいんだけどね。今まではなんちゃら風船っていうのがフォースまでで、うん、フィフスはもう覚醒だと思うよ。あとはそこかけるまあその覇気だよね、まあ、竜王というか、うん、覇王色まとった状態でバリバリになってるみたいな、めちゃめちゃかっこいいもんね、うん、それ、うんうん、っていうのがまあフィフスのパターンかな、ファイブのパターン、はい、今現段階で分かることとしてはね、うん、でじゃあまあその後じゃあそれが丸々マンつくかどうかですよね。はいはいはい。5でつくとかどうかはまだ一切わかんないですけど、うん、仮に別に5にならなかったとしたらフォースで〇〇マンは絶対来るじゃないですか、うんうんうん、だから〇〇マンは絶対来ると思うんで、まあ、このあたりちょっとね最終予想すると出せればなって思うんで、うん、はい、まあ、今まで出てるのがまあバウンドマン、はい、そしてタンクマン、はい、あとスネークマン、はい、バウンドマンはバランスよくねとにかく弾む力が強くなった、まあ、ギアフォースの基本形といっても過言ではない、うん、まあ、形態であって、でタンクマンっていうのはまあ満腹バージョンしかまだ出てないんですけど、うん、まあ、ゴムゴムの風船のフォース版みたいなね、防御寄りというかね、相手を弾き返すの方にまあ力が強いパターン、うん、でスネークマンとにかく速いっていうのが明らかになってますね。じゃあ〇〇マンあと何が出るんじゃいですよ。大前提の話をするとヤマトと一緒にカイドウを殴った時に、スネークマンの状態でもう黒いバリバリで出たんですよ。ギアフォースの状態で覇王色まとったらギア5っていうのはもう多分ないと思うんですよ。ないんだね。ね、もうギアフォースの時点で覇王色をまとったんで、うん、確かに確かに、うんうん、なのであるとしたらその〇〇マンなんじゃないかな、うんうんうん、フォースの。じゃあちょっとね今僕の中の候補何個か挙げていくと、はい、まあ結構噂されてるのも含むと思うんですけど、コメントとかもね当時いただいたりとかもすると思うんで、あるのは例えばエレファントマンとかね、ルフィエレファントガンとか銃使いますから、うんうん、ゾウもね、しかも今なんかさ我が国も来てんじゃん、ズニー社が確かに来てるわでゾウもね結構なんか結構重要そうだし、うん、意外とルフィがこのゾウを模した、まあ、結構デカめゾウってね、確かに強いイメージもあるしね、うん、なんかゴリッゴリな、まあ、ギアフォース。エレファントガンってさギアサードでまん丸で大きい拳のイメージがあるじゃん。はいはい、あ手がでかいのかな、拳めっちゃみたいな。でそこでまあちょっと関連しそうなのがコングマンとかね。はいはい、コングマンね。ルフィといえばイメージ動物猿ですし、うん、であともうコングガンとかさ、結構ルフィのギアフォースを象徴する技じゃないですか、キングコングガンとかね、うん、なのでまあ猿もありえんのかなっていう。うん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 。で、あとはもう言われてるのが、あとはタイガーマンだよね。何それ、マスクかぶるタイガーマスクみたいな。じゃあタイガーマスクはプロレスラーマンだタイガーマスクの正体はなんちゃらかんちゃらみたいなのを長々となんか言ってる動画がありましたよね、星さんが。なんじゃもんじゃか、ワンピースなんじゃもんじゃ、あれもう一回やりたい、ワンピースなんじゃもんじゃ、ちょっとこの後見てくださいどうぞなんでかっていうと、もうこれやっぱさ、うん、その和の国を象徴するかのごとく、やっぱさ竜と虎っていうのはその対象で描かれるじゃないですか、巻物とかでもね。なるほどね。
だからやっぱカイドウが竜で、まあ、ルフィがトラ、うん、なので、まあ、ルフィがタイガーマンになって、うん、みたいなのもまあ考えられますよね。どういうフォルムなんだろうね。もうね、まあフォルムはだってそのスネークマンとか別にヘビもしてたりするわけじゃないんで、見た目がね、見た目がその名前に完全に由来っていうのはそこまで、いや技の速いとかそのね、キングコブラとか技目がヘビになるとか、うん、そういうのはあるけど、はいはいはい、見た目が完全にトラになるとかそういったことではないとは思うんですけど、ね、なるほどなるほど。まあ、うん、あとはだからもうドラゴンマンよね。ドラゴンマン、ドラゴンマンやっぱ俺らが出してると全然なんかピンとこないんだけど、やっぱ小田さんが書いたらすごいんだよね、やっぱね。だってスネークマンとかだってさ、まあ確かにヘビ男だからね、言うて。まあそうだよ ね、バウンドマンとかね、確かにね、うん、バウンドマンってってなるじゃん、うん、俺らが出したら。でもやっぱ小田さんが言って書くと、やっぱなんかルフィらしさもあってかっこよさもあってみたいな感じで描いてねくださるとは思うんで、なのでまあドラゴンマンもあるよね。だから竜対竜っていう感じで、なるほど、技名とかもドラゴンとかがついてみたいな、めちゃめちゃかっこいいしね、うん、ドラゴンなんて絶対かっこいいんだから。そうね、ドラゴンザ中二病だからなのでまあドラゴンマンあるかなっていう。でちょっと最後ですね、これ僕これねあるぞっていう、ただ K さんがなんか言いそうなやついきますよ。何？ロックマンです。ロックマン。K さん大好き。ロックマンって言ったらもうあっちしかないじゃない。青いロックマンしか出てこないよ。チュン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 じゃないです。いやそっちじゃないの。違います。そっちじゃなくて。テレテテレテテンテンテレテレの方じゃないです。そっちじゃないの。シグマ倒しにロックマンじゃないの。X2 とかであのゼロとかが出てくる方じゃないです。あ違う。ルフィさんですね、最近新技でロックガンとか、うんうん、ロックガトリングとか、はいはいはい、ロックっていう技を結構使ってるんですよね。なるほど、うん、でしかもちょっと前にはレッドロックって言って、はいはいはい、要はまあカイドウにね最初1000話であの殴った技、うん、ったあれも要はロックって技が入ってるんですよね、うん、でこのロックっていうのがもうそのロックガンとかロックガトリングの本だと、うん、要は怪鳥って書くんですよ。まあ幻獣って言っていいんですかね、バカでかい鳥なんですよね。で今までルフィのその変遷的に要はジェット、うん、ギアセカンドとかね、ジェットピストルとかのジェット、はい、で次サードがギガントピストルね、でフォースから動物になりだしたんですよ。でコングとかね、うん、正確に言うとまあサードの武装からだけど、うんうん、まあ、スネークマンもそうだし、うん、はいはいはい、次の段階としてはその要は幻獣、うん、実際にいないような、まあ、動物系に来るのかなっていう。なるほど。会長がね、まあ、今回そのロックっていう言われ方もしていて、うんうん、はいはい、でこれ俺コメントとかでねいただいたんだけど、ツイッターでいただいたかと思うんですけど、なんか、うん、ロック長、この会長がね、いわゆるそのなんか象をなんか3頭ぐらい丸々運べる鳥らしいんですよ、うん、めっちゃパワーあるじゃんそれ。そうで、しかも今象がさ、ズニーシャが来てるわけじゃん。なんか象を運ぶとか、なんかそういうワードとかからもなんかロックって熱いんじゃないかみたいな噂があるんですよね。めちゃめちゃそれじゃん。そうで僕もこれ、うわー確かにそういうのがあるんだと思って、うん、で小田さんもあえてそのロックってつけられてますから、あのインタビューとかでちょっと ありましたね、そのロックにしたっていうのは、うん、もしかするとそのロックマン、うん、新しくその会長男、うん、っていうのがちょっと候補としてあんのかなっていうのが、ね、ありそう思ったんですよね。それは普通にありそうだぞマジで、うん、名前だけ聞くと本当にもう、うん、青いやつだけどね名前ね、青い青くて、ね、あの片腕銃のやつにしかなんないけどうーんバーンじゃないのあのボス戦の時のあのチュミミってあのゲート入るとさ、こうやって滑りながらこう歩いてるやつ、遅くこう一生懸命歩いてんだけどスローになって全然進まないやついろいろね、このあえてここでロックってついてたりだとか、そのロック調の話とかも含めて、うん、もしかするとロック絡みで何かしら出てくる可能性もあるのかなっていう感じですかね。うん、今ねちょっと僕が今思ったりするのはそんな感じかなとも思うんですけど、うんうんうん、ぜひね皆さんが思うね、まるまるマンとか、はい、マギアフィフスこうなんじゃないか、最終予想をねちょっと書いていっていただければと思いますんで、うん、はい、よろしくお願いします。はい、はい、今日はここまでです。ぜひね、この動画面白かったぜとかで、ね、グッドボタン押してってください。いつも励みになってます、本当ありがとうね。今日もよかったら教えてください。いはい、これからもワンピース楽しんでいきましょう。ルフィ、はい、来るかな、どうかな、もう来てるかな、来てたら本当に恥ずかしい、うん、どうなんだろうこんだけ言っててロックマンとか言ってて全然違ったらごめんなさいでも予想してね、ちょっと楽しんでいければと思いますんで、これからもよろしくお願いします。次も見てね、明日も楽しみ、またね、てれててれててんてんてれてれだからお願いお願いします、チャンネル登録。